何の世界にもプロとアマというのはあるもんでしてね、プロフェッショナルとアマチュア、玄人と素人ですよ。落語にもありまして、我々これプロでございます。曲がりなりにもお客さんから入場料を頂戴しておしゃべりをしているわけでございますから、うまい下手にかかわらずプロでございます。で、学生さんたちがやっております落語研究会、つまり落ち研ですね、あれはアマチュアでございます。今大学だけじゃないそうですよ。高校、中学、小学校あたりでも落ち研があるんだそうですよ。これ先生がお好きなんですな。それぞれ勝手な講座名をこさえてやっております。で、学校卒業してもやっている方がいらっしゃいまして、社会人落語連盟なんてんで何人かでやっている方がいるかと思えば、個人的に一人でやっている方がかなり増えているようでございます。で、こういった方々を総じて天狗連というんですよ。天狗連、なぜ天狗連かと言いますと、こういった方々はジュゲムですとかコホメですとか、いわゆる前座話はバカにしてやりません。クルワ話ですとか人情話、そういった大ネタを得意になってやっております。で、鼻がこう高くなっているから天狗連と、こういうわけでございまして、似たようなもんが我々の世界にありまして、鹿芝居と、鹿芝居と言ったって鹿が芝居をやるわけではないんでね、我々落語家とも言いますが、噺家とも言います。その噺家が芝居をやるから鹿芝居。これはシェイクスピアですとか新劇ですとか、そういったのはまずやりませんよ。 100% 歌舞伎でございましてね、それも白塗りの二枚目か親子をやりたが、厚化粧して豪華な衣装をつけるってえとその気になるんですかな。小山の連中なんざ普段からでも楽屋でもって内股で歩いてたなんかして、まあ気べありったらありゃしませんよ。決して脇役ですとかその他大勢なんてのはやりたがりません。そらそうなんてね、みんながお金を出し合ってやるんですから、誰しもいい役をやりたいというのが当たり前の話で、そこで役揉めというやつが生じるわけでございまして、これは我々の鹿芝居に限らず、昔の大店の素人芝居、これでもやはり役揉めというやつがいくらもあったんだそうで、番頭さんどうしました、舞台の方はすっかり出来上がったのかい。え、舞台の方はすっかり出来上がって役者も揃ってるんですが、ただ一人まだ犯行が姿を見せないんでございます。犯行が、それはおかしいね。あら芝居好きだよ。それについこないだまでまめに働いてた。また今日になってどういうわけで来ない。え、もう使いを何度もやってるんですが、腹が痛いとかなんか言って来ないんだ。腹が痛い、そりゃいけないね。で、今日はあら何をやるんだい。え、今回ハンコは役者をやりませんで、序幕に天竺徳兵衛がございまして、その舞台版を務めることになってますが。そりゃいいとこに目つけましたね。いや、舞台版ってもんはね、誰でも務まるってもんじゃないよ。睨みやかないとなかなか務まらないからな。あのハンコならぴったしだ。うん。で、他に何もやらない。はは、そらなんだな、役不足で仮病を使ってるんだ。いや、まあ芝居気違いが腹痛ぐらいで来ないわけはないんだ。あ、じゃあ私にちょいと考えがあるから、定吉呼んどくれ。定吉を、ああ、来たか定、こっちを入り。お前ハンコを迎えに行ったんだろ。うん、私も3度も行ってんですよ。さあ冗談言っちゃいけねえ。いい若えもんが素人芝居の舞台漫談ってバカらしてできるか。俺は腹が痛んだから行かねえから、そいっとけってんで、あぐらかいてタバコ吸ってんですよ。やっぱりな、そんなこったろうと思った。じゃあお前すまないがな、もう一度ハンコのところ行っとくれ。で、私が来るのか来ないのかと心配してたと。それからな、あら、おだての聞く男だ。近所の若い娘さんやおかみさん連中が、ハンさんの姿は見えないがどうしたんだ。私たちは芝居や役者なんぞを見に来たんじゃない。ハンさんの舞台版を見に来たんだ。だからハンさんが来ないならば帰っちまうからと、うるさくてしょうがないとな。これはお前の自分の腹から出たようにして言うんだ。そうすらきっと来るから、行っといで。え、かしこまりました。ハンさん、ハンさん。また来やがったな。
ダメだよ、何度来たって。行かねえものは行かねえんだから。帰れ帰れ。また怒ってら。あのね、旦那が来るのか来ないのかって心配してたぜ。うん。それからね、近所の若い娘さんやおかみさん連中が、ハンさんの姿は見えないがどうしたんだ。私たちは芝居や役者なんぞを見に来たんじゃない。ハンさんの舞台版を見に来たんだ。だからハンさんが来ないならば帰っちまうからってうるさくてしょうがないんだぜ。おおおい、それは本当は本当だよ。これはね、あたいの自分が。本当だぜ。どうすんだい色男。見やがれ。そういうことになるんで。でもな、女の子がうるせんじゃしょうねえや。よしわかった。俺はすぐ行くからな。おめえ先行って、ハンサーすぐ来ますからって、そう言って。うん、頼んだぜ。しめしめしめ。すぐ持ち上がっちゃった。あの、自分の腹から出たってのは聞いたんだ。さすが旦那だね。さあ、こら弱ったぞ。行くと言ったようなもんの、舞台版となるってえと、ちょいとおつななりしなきゃなんねんだ。ところは、こんとこ旦那しくじっちまってっから、おしきせもくれやしね。よるよるの着物だけだよ。これじゃまずいよ。でち、舞台版には地味だよ。なんかいい手は、あの手があった。去年の祭りの時だ。やぐらの上上がって、くるってケツうまくって、ひじり軍のふんどしでもって太鼓叩いた時には、周りにいた連中があっと言ったっけな。あの手があると言っても、あのふんどしが今ここにねえんだよ。七位減っちまってんだよ。出そうにもおわしがねえし、代わりに入れるもんばらしねえや。またあの番頭が陰号と来てっからな。早くしなきゃなんねえしな。もしあね、番頭を頼み込んで貸してもらおう。こんちは。おう、なんだ、ハンさんじゃねえか。なんだい、今日は何入れに来たんだい。え、そうじゃねえんだ、ばんさん。去年の祭りだと思ってきた、ちりめんのふんどしね。おうおう、あの真っ赤なやつかい。え、あれ、出してもらいてんだよ。あ、そう。じゃあちょいとお待ちな。あのね、ハンさんのひじりめんのふんどし持ってきてくれ。じゃあね、ハンさん、これ、リスト、あっとっとっと。そのリストちょいと待ってくれ。実はね、ばんさんにお願いがあんだ。ばんさん知ってんでしょ、今晩伊勢屋さんで素人芝居があんの。うん。でね、そのふんどし使わなきゃなんねんだ。出しゃいいんですけどね、おわしがねんで。で、代わりに入れるもんもあるしねんでね、今晩一晩貸してもらいてんすよ。そりゃダメだよ。うちは質屋なんだから。その貸すてわけにあんなこと言うんでお願いしますよ。終わったらすぐ持ってきますから。で、またご祝儀でもへいりゃね、ちゃんと出しに来られんですから。いや、そんなこと言わねえで。ね、ばあさん、この通り、この通り、ね、拝みますから。いや、その拝まれたってね、じゃねえ、ほら他のもんには内緒だよ。で、終わったらすぐ持っといでよ。で、これっきりだよ。じゃあ、いいよ。あ、そうですか。どうもありがとうございます。じゃあ、ちょっと失礼して。おおおい、ここで閉めんのかい。おお、ちょっと待ってた。その、直はいけないな。下にさらしかなんか巻きなよ。いくらお前そんなもんだって預かるこっちは汚くてよ。まあ、完備しない。どうもありがとうございました。これせえ、手に入れや、こっちのもんだ。これでもって一っぷら浴びてきゃ、うんの字だ。おお。ハンコどこ行く？あ、これはどうも三丁目の旦那。え、これからね、椅子屋さん行くんですよ。おうおう、素人芝居か。いや、私も誘われてるんでな。後で見に行こうかと思ってな。え、ぜひ来てくださいよ。で、今日、お前何やる？何やるって旦那。素人がお城に塗ったるって、おつに気取ったってしゃあねえすよ。足はすっと逃げましてね、舞台版なんですよ。おうおう、お前の舞台版ならぴったしだ。じゃあなんだな、これから家に帰って、着物を着替えて出かけようってんだな。それなんですよ。着替えようにもこれしかねえんですよ。これしかないって。それじゃお前舞台版には地味だ。わかってます。外は地味。中の派手でオチを取ろうってんです。なんだいその中の派手ってな。ま、旦那ですからお見せしますけどね。こういうことになったんです。どうす？立派なもんでしょ。おお。こら驚いたな。そこに仕掛けはしてあろうとはな。あ、立派なもんだ、立派なもんでしょ。蝶ね、白しというともね、これだけの白も持ってるやつはいませんよ。そらいないよ。わかった。往来なんだから、おろしな。おろしなよってますけどね、ちりめんですよ。加えて引っ張るってえと、ちいちい音がしますよ。どうす、加えてみますか。バカなこと言っちゃいけない。誰がそんなもの加えるか。じゃあまあしっかりやんな。え、邪魔ってますから。おっと、湯煎ここに置くで。それからな、ちょいと預け物なんだ。頼ま。おー、ちょっと、ちょっとハンサー、ちょっと待ちなよ、おい。番台に財布預けるってのは聞いたことあるけど、
ふんどし預けるやつはないよ。いいじゃねえかよ。取られちゃったら困んだよ。誰がこんなの取るやつあるもんか。まあいいから頼むよ、なんてんで。これからやっこさん、ゆいへいるってえと、体なんざ洗いしない。面ばっこ擦ってるから顔が真っ赤になっちまいがって。なんでハンさんそんなのんびり湯に減ったりして、みんな待ってんだよ。ハンさんが来ないから幕が開かないんだから、早くおいでよ。おー、悪かった。じゃあ今すぐ行っから。ってんで、やっこさん慌てたもんで。番台に預けたふんどしを忘れて出てっちまいや。おう、ハンコどこ行く？おう、どうもこれ頭。え、これからね、石屋さん行くんですよ。おうおう、素人しべえか。夜もな、仕事が早く済んだもんだからな、これからうち行けって、娘ども連れて見に行こうかと思ってな。え、ぜひ来てくださいよ。で、今日おめえ何やるんだ？何やるって頭。素人がお城に塗ったって気取ったってしゃあねえっすよ。あっしはスッと逃げましてね、舞台版なんですよ。おうおう、おめえの舞台版ならぴったしだ。おい、ちょっと待ってくれ、おい。舞台版にしちゃ、なりが地味。おっしゃいますな。分かってますよ。外は地味。中の派手でオチを取るってんです。なんでその中の派手ってな。まあ、頭ですからお見せしますけどね。こういうことになったんです。どうす？立派なもんでしょ。バカだな、お前は往来でそんなもん見せて。立派なもんで、立派分かってる。超ねえ、広しといでもねえ。これだけの城も持ってるさ、いませんよ。そらいないよ。隣町探したって言いやしないよ。往来なんだから、おろしな。おろしなよってますけどね。ちりめんですよ。加えて引っ張るってえと、ちいちい音がしますよ。どうす？加えてみますか？バカなこと言っちゃいけない。誰がそんなの加えるか。早くおろしな。え、じゃあ娘さん連れて見に来てください。冗談中だ。そんなもの店に連れて行かれた。待ってますから。旦那、遅くなりまして。あー、来たか来たか。いや、挨拶後でいいから、早く舞台上がんなってんで、やっこさんが半畳に座ると、すぐ木が二丁になって、水音波音で幕が開く。お、やっと開いたね、幕が。ちょいと長かったの、この幕は。あと贅沢言っちゃいけます。これがまた素人芝居のいいとこなんですから。まあ、それもそうですけどね。いやー、なかなかいいこしらえですよ。素人芝居でこれだけ抑えることはなかなかできませんよ。で、真ん中で炉にもたれて居眠りしてんのが天竺徳兵衛ですね。で、あれは誰やってんですか？あの役者。うん。飾り屋の銀行。あれが？へぇ、変わるば変わるもん。どの子の子いいじゃありませんか。ちょいと声かけてやりますか。よっ！待ってました、銀行！飾り屋！ちょっと待ちなよ、あなた方。芝居おめんのに飾りや銀行ってことはねえよ。どうせ言うなら、音羽屋とか成熊屋とか、張り前とか、高島屋とか言えないよ。ああ、なるほどね。じゃあ、音羽屋、成熊屋、高島屋、松坂屋、伊勢丹。伊勢丹なんであれはしないよ。お清徳兵衛、大日丸、はて、心得ぬ。今まさしく我が名を呼び鶴は、これの類いか何にもせよ、怪しきこの場の出来事ような。おお、力が入ってますよ。で、ここで悪魔ズマイユの亡霊が出てくんですね。おお、出てきました、出てきました。で、あれは誰やってんですか？うん。提灯屋のブライモンさん。あの人は好きだからね、のべつあんなことばっかりやって商売いい加減なんだよ。よっ、日本一、提灯屋。長ブラ、その芝居が終わったらうちの提灯貼っておくれよ。何くだらねえこと言ってんだよ。さあ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 、静かにしてくれ、静かにしてくれ。ほら、角も子供は騒いじゃいけねえ、騒いじゃいけねえ。あらららららら、うるせえな、どうも。あ、反抗のやつね。あいつが来なかったから幕が開かなかったんだよ。おかしなやつだね、あいつは。いや、舞台版ってのはね、客がうるさいのを沈める役。あいつはそうじゃねえ。てめえが騒いでんだよ。客は静かにしてんだから、ほんと。ちょっと、あった。あそこご覧ない。ハンコの膝。膝が三つあるよ。何言ってんですよ。世の中に膝が三つ。バカだ。あれ膝じゃないよ。何だよ。何言って？あれかい？へえ、あいつのは初めて見るけどね。あんなもん股んとこにぶら下げたら歩きづれえだろうね。わからねえのかね、おっちょこちょいだから。ちょっとからかってやりますか。よっ、ハンコ、停止したもんだ。お、とうとう気がつきやがったな。
おならこっちのまくり上げてるよ。ご覧なさい、前の方の女の子みんな下向いちまってるよ。よよよ、女殺し、豊島殺し、ゴケ殺し、ざまあ見やがれってやる、へそまで見せちまいやがる。そのうちに赤松真由が大入りというくじを切って、今ぞ務むるこれを見や、ドロドロって消えてしまう。そこにガマガイルが出てくるんですが、おい、どうした？いや、ガマが出てこないんだよ。あ、さだ、お前ガマだ、早く出ない。いや、ガマは出られません。どういうわけで出られないんだ。あそこで青大将が狙ってますから。